じられるか、この大気の震え。もう終わりだ。全部どうだっていいんだよ。好きにするといいさ。しようもなかったんだ。でもこれでこのクソったれな戦争もんは、
この爆薬で城壁を壊す。手伝おう。かかってきた。黒い水岩を破壊して。これはどう？この雑魚は我らが引き受ける。敵将の印をあげてこい。だが、カンタベリーの姫よ、そなたの使命は何だ。見くびるなよ。ここは俺たちが食い止める。弟をよろしく。わかった、行こう。明かりが
様、どこ触ってるんです？ごめん、触っているのは私よ。悪いけど失礼するね。姫様、本当に容赦がありませんね。仕方ないじゃない。悲しいです。もっとしっかりピッ。ロレイン、姿をくらましてたこの数年間、一体何をしてたの？そんなの決まっているでしょ。逃げてたんですよ、生き延びるために。あなたたちみたいに負け戦に飛び込むわけないではありませんか。ロレインは嘘が下手だよね。君が本気で生き延びようとして逃げて、インベーダーに捕まるはずがないでしょ。ちゃんと素直に。あなたの泣き声が鬱陶しくて、一人で戦う道を選びました。これも嘘に聞こえますか？あの泣き声、聞こえていなかったとでも思ってましたか？戦いが終わるたび、毎度のようにあなたのテントから聞こえてくる泣き声。本当にうんざりでした。それがあまりにも不快だったから、私が決着をつけようと思ったんです。結果は、まあ、ご覧の通りですが。それにしても、また騎士様に会えるなんて。しかも、10年前と全く同じ姿で。相変わらず、いろいろと予測できない方ですね。それであなたの方は、一体どこで何をしていたんです？タイムトラベル？それはまた、馬鹿げた話ですね。ですが、もし本当の話だとしたら、あなたはダークメイガスによって、ここ、だとしたら、ダークメイガスを倒すということが、何を意味するのか、考えたことはありますか？マギトンタンクも底をつく。お願い、なんとか持って。これは。な、何ある。ロレイン？これは。
これもまた、そう思いませんか？うん。覚えてる。未だに夢に出て、夜中に飛び起きるくらい。あの花が、インベーダーの皆さんが、私の可愛い子供たちやら、楽に死なせてくれもせず。まあ、おかげさまでこうして、ロレイン？君たちって一体。うちの姫様は、勘が鋭いですね。いいでしょう。気分も最高にハイですので、サービスしてあげるとしましょうか。私は、あなたたちにはまだ、私たちを呼ぶ名称がなくて、ただ、インベーダーはこう呼んでいました。ラボス。そうですね。私は、インベーダーたちが、ラボスと呼ぶもののごく一部。正確に言えば、とある自意識から数百年前に断絶された。ラボス、君たちはどうして？初めて会った時言いませんでしたっけ？私たちの目的は、ただ宇宙に逃げた、あのしつこい残存物。インベーダーを全部、喰らい尽くすこと。はい。サービスはここまで。そろそろ、現実的な話に戻りましょうか。先ほども言いましたけど、騎士様？あなたたちを、ダークメイガスのところに行かせることについて、私も、私なりに色々と考えてみたんですよ。これが、私の出した結論です。姫様？私たち、一度殺し合った仲じゃないですか。なぜ攻撃してこない？ロレイン！これは、まったく。包囲網が迫ってきているのも気づかないなんて。敵陣の最要部が目の前なんですよ。これぐらいの兵力が。ロレイン！今から。後ろを振り向かず、さ、どうして？どうしても何も。ダークメイガスが死んで、私は手も汚すこともなく。世界が続くのであれば、敵の幹部が殺されたということなので。だから、余計なことを言う暇があるなら、早く行きなさい。ロレイン、今日は、お腹を空かせている人が多いと思うから、夕飯の支度までには、間に合わせてね。最後まで憎らしい人たちです。何をしているんです？か弱い乙女が一人で立っているというのに、悪党らしく獣らしくかかってきてください。このクソ甘舐めやがって！糸みたいな名刺や！久しぶりに感じる、このやみつきになりそうですね。なんとも不思議なことですが、私、今日ここで死ぬ気がサラサラしません。憎らしいお姫様には、悪くなかった、な。あなたたちの死体で、浮遊城をもう一つ築いてあげましょうか。ほらほら、どうしました？
あなたが戻ってきてからの短い時間、私は昔に戻ったような気分だった。まるで一緒に冒険していたあの輝かしい10年前に戻れたみたいで、ずっと強がってたけど、私もまだ子供だったのかもしれないね。私はもっと強くなる。あなたがどんな選択をしても、その選択を後悔しないように。あなたが前みたいに、これからもうちの自慢の姫様ですって胸を張れるように。だから最後は自分に嘘をつかずに選んでね。遅かったな。ホストを待たせるとは、カンタベリーの姫、そしてガーディアンよ。お前がダーク・メイガス、その姿。もう形式ばった挨拶もいらないな。これで最後なのだから、貴様らにとっても私にとっても。皮肉なものだ。初めて貴様らに会ったのも、チビのくせに。そしてガーディアン、ここに送った。勘違いするな。任意の時空間に誰かを転移、そんなゲート、我らは貴様を時空の狭間に放って、その術式のために10年分のクリスタルを浪費すること。そこまでしたのに、まるで誰かが。ガーディアン、あのお方、救世主は。貴様と関わらずに済むなら私の考えは違う。我らと貴様が交わらぬ運命など、それは私のセリフだ。貴様と私の、今ここで。
ただの雑魚でしかない、たった数ヶ月で。ガーディアン、ヤハ長期を、貴様だけは。それが、私に。救世主よ、お許し。終わった。Come on.
ねえ。これで全部終わったんだよ。うん。ところで、私の予想通りだったら。ガーディアン!姫!二人とも無事だったが、一体何が起きたの?城の上の方から、おぞましい奇声が聞こえたと思ったら、インベーダーの奴ら、急に逃げ去っていって。二人とも、終わったのか?うん、ダークメイガスは。つまり、もう家に帰って、いや、まだ一番重要なことが残っている。あれが、な、何よあれ。あれは、そう、あれで過去に戻れる。なるほど、術式の使い手が消えたから。先ほど私たちが目撃した、それもきっと。奴が過去に戻ったら、俺たちも幸せだった頃に戻れるのか。いや、そうとは限らない。ブラウン理論によると、トランク理論によると、ガーディアンの世界と私たちの世界は別々に分かれることになる。そのどちらかの副産物が。ねえ、どっちを選ぶのか、あなたが決めて。私は、それと、ここまで来る途中に私が言ったことを。もう、決まった?そう、あなたならそう言うと思った。あなたを待っているみんなのためにも、私も。それが一番、正しい、選択だって。正しい。はずなのに、なんで、どうしてこんなに、何度もこんなところ見せないって。来ないで。約束した。私、強くなるって。ねえ、私が危ない時、いつもあなたが駆けつけてくれた。今回なんて、10年という時を超えて、あなたが過去に戻っても、もう二度と、会えなくなっても、私、一人、私、いつか、笑いながら、ねえ、私、よくやったでしょって、一人でも。バカ、泣かないように頑張ってたのに。ありがとう。もう大丈夫。行って、あのポータルの向こうへ。あなたを待っている人がいるから。発射でな。過去の私たちのことも頼んだぞ。マギトンコイルの電熱係数は 27.8 歳に忘れないで。元気でね。過去の私によろしく。
いつまた怒ってる。だからお前んところの騎士逃げたんだろ。違うもん、今はただ冒険に出かけてるところなの。すぐに戻るって言ってたもん。泣いてやんの。ガーディアンが戻りましたね。いくつもある世界線の中のどこかへ飛ばすというのは、こういう結果になるということは、あのアイディアが一体何個目なのか。あなたは今や、そのエゴは、私やあなたより。今日は随分とおしゃべりだな。カミラの妹が気になるのか。あからさまに避けると、確かに、あいつが戻ってきたのはよ。カミラの妹がそこに関わっているのもうな。些細なバグに過ぎません。余裕がなさそうだな。今日も交渉は決裂ですね。いつものことだろうよ。些細な事象にガーディアンは必ずや、かの剣を持ってあなたの前に立つでしょう。あなたたちという存在は救世主。